戦も運命も覆せるか面白い。いつもご視聴ありがとうございます。バージョン 2.0.0G 情報カード紫の SR テーマ走行で対戦していきます。テーマ走行は全バージョンより効果時間が 0.4 カウント伸びました。バージョン 2.0.0F にて短縮された 0.8 カウントが半分だけ戻ってきました。まだ効果時間は短く感じますが、指揮後の号令と考えると妥当なのかもしれません。テーマ走行自身の知力上昇と火炎効果が噛み合っていて向上要因として便利です。守りでもテーマ走行の1点はもちろん、バージョン 2.0.0F で他の部隊も武力プラス3にはなっているのでそこそこ守れます。ただ号令と打ち合った時に先に効果切れをするのは大体こちらなので、ギリギリのローテをしている時に効果切れによる撤退には注意です。今回は赤染衛門今川吉本を入れた5枚デッキで組んでみました。テーマ走行からの渾身今川吉本でがっつり攻め込むのが狙いです。余裕があれば事前に赤染衛門の演歌を使いたいところ。それでは試合をご覧ください。今回のお相手は島津義弘と志木彩英久入りのこの4枚デッキです。義弘の武力11鉄砲がいるだけでラインが上げづらいのと、3系含め計略の火力が凄まじいので要注意です。タイミングを見計らってテーマ走行から今川吉本につなげていきます。それでは対戦よろしくお願いします。私の邪魔をする者は全員残らず黄泉へ送ることになる。撃ち抜いてやるぜ。鉄砲進撃せよ。撃ち抜いてやるぜ。イオケイ鉄砲。もうやだ。イオケイ鉄砲。鉄砲撃ち抜いてやるぜ。死ぬ前に退散だ。撃ち抜いてやるぜ。鉄砲消えろ。撃ち抜いてやるぜ。鉄砲を立てるぜ。ディオケイ進撃せよ。もうやだ。撃ち抜いてやるぜ。鉄砲撃ち抜いてやるぜ。鉄砲撃ち抜いてやるぜ。全員突撃して退路を切り開く。銃が消えろ。鉄砲撃ち抜いてやるぜ。撃ち抜いてやるぜ。鉄砲死ぬ前に退散だ。鉄砲流派発動。一の方流派発動。三の方鉄砲撃ち抜いてやるぜ。変わらんと祈る心は推しからね。鉄砲ディオケイ撃つんだ。武功を立てるぜ。
突撃して退路を切り開く。流派発動。三の方。戦も運命も覆せるか面白い。戦機解放。ただで死ぬと思うたか。いい仕事してやるぞ。テスト。圧倒的よ。撃ち抜いてやるぜ。クッソ。撃つんだ。ゲロゲロゲロ。撃ち抜いてやるぜ。進撃せ。はあ、気に入った。テスト。進撃せよ。戦は続いている。いい仕事してやるぞ。我が命一つではない。いい仕事してやるぞ。遊びはここまでだ。手の旗を振り突き進め。この首を撃て。犬のように忠義を尽くす時代はもう終わったんだよ。